今日のメニューはこちらです、はい、トースターでマルゲリータ風春のトマト満喫ドリアということなんですね。はい、今日はですね、材料を混ぜて焼くだけで簡単にできるドリアです。春トマトの美味しい水分がご飯にね染みてます。おうちパーティーメニューにも活躍する大皿料理です。見た目からは簡単にとはいかなそうなんですが、ね、見えますよね。もうとっても簡単なんですよ。そうなんですね、はい、では早速材料をご紹介していきましょう、はい、今日は作りやすい分量でご紹介していきます。温かいご飯 500g、 よく熟れたトマト正味 300g、 自然塩一つまみ、きび砂糖小さじ 1/2、そしてよく熟れたトマトの輪切り1個 200g、 モッツァレラチーズ1パック 100g、 バジル、黒胡椒、オリーブオイルはそれぞれ適量ご準備ください。さらに調味料です。オリーブオイル、薄口醤油はそれぞれ大さじ1、ニンニクのみじん切りは大きいものを1片分用意してください。1かけら分ですね。そしてベーコンの薄切り 40g 1パック、バジル、塩、コショウ、塩はそれぞれ少々となっています。はい、では作っていきたいと思います。お願いします。まずですね、今日の主役であるトマトなんですけれども、もうね、このヘタのところまで真っ赤っかにね、本当全体が真っ赤ですね。はい、トマトを使っていきたいと思います。これ私ですね、先週買っておいてですね、はい、1週間追熟していたんですよね。なるほど。でちょっとね、触ってみると、あ、なんか柔らかくなってきているっていうぐらいが一番ね、美味しい春トマトの、はい、食べ方だと思います。でそれを今日は材料として使うわけですね。はい、そうですね。で、ですね、1.5センチ角の角切りにしたトマトをですね、まず 300g 用意してください。それでここにですね、お塩ときび砂糖とよく混ぜ合わせて10分ほど置いてください。置くとですね、こんなにですね、水分が、生のトマトのジュースの水分が出てくるんですよ。切っただけではこんなには出てこないですよね。出てこないですよね。このお塩とかお砂糖にはですね、脱水作用っていうのがあって、トマトの美味しい水分をね、こんなに引き出してくれるんです。びっくり。はい、この美味しいトマトを使っていきますね。でここにですね、水分が出たトマトに温かいご飯を加えていきます。 500g ですね、はい、ちょっとたっぷりですね。そうですね、はい、そしてもう調味料もね、全部ここに合わせていきたいと思います。はい、オリーブオイル、薄口醤油それぞれ大さじ1、はい、ニンニクのみじん切りは大きいもの1かけら分、はい、さらにベーコンの薄切りが 40g、はい、もう具材もね、ここに入れていってしまいます。バジル、塩、コショウ、塩それぞれ少々です。はい、先生、なんかこれ、まあ、ベーコンは入ってますけれども、うんうん、もう混ぜたら食べてもいいかなみたいな感じですけれども、ね、なんかそんな感じし、ま、混ぜご飯みたいな、ね、そうですね、確かに感じしますよね、はい、今日はね、あのご飯も温かいのでベーコンにもう火が入ってしまうんじゃないかっていうぐらいねきっとこう混ぜただけでも美味しいご飯がね仕上がる。もうこう混ぜてるそばからすっごいいい香りがするんですよ。しかもあのトマトのスープがご飯に徐々に移っていってますね、うん、はい、ご飯がね吸っていってくれるんですよね。色が徐々にこれだけでも本当トマト色に染まってきましたよね。しっかりあの全体がですねトマト色になったらですね、はい、これで耐熱皿にですねご飯を移していきます。はい、はい、これはもう完全に敷き詰めるような感じでいいんですね。はい、はい、あのグラタン皿とかね、お好みの耐熱器で大丈夫ですよ。ね、こんな感じで平らにならしていただきましたら、トマトの輪切りをですね上に、もうこれでもかっていうほど今日トマトをふんだんに使っていきます。こちらが 200g、 先ほど混ぜたのが 300g、はい、全部で 500g ですもんね。はい、はい、そうなんです。大きいの2個分ぐらいですね。そしてこのモッツァレラチーズ、今日はマルゲリータ風なのでモッツァレラチーズも、ね、乗っけていきます。そしてバジルもね、ちょっとトッピングしますね。色合いも綺麗ですね。うん、そうなんです、とっても綺麗です。
そして仕上げに黒胡椒をね振っていただきます。ペッパーミルですね。はい、はい、ペッパーミル。今は流行りのペッパーミルですね。はい、そうですそうです。ふりふり。ふりふりしていただいて。ふりふりしてくださいね。そして仕上げにオリーブオイルを全体にかけていただきましたら、これでもうねトースターで焼いていくだけです。とっても簡単でしたよね。そしてトースターで焼き色がついてチーズが溶けるまで15分から20分焼いたものがねこちらになります。ちょうど溶けております。途中ですね、焦げ目がつきそうだったらルミホイルを乗せていただいて、はい、こんな感じでねもうぷくぷくして美味しそう。いや美味しそうです ね